はい、滝上市長。それではご答弁させていただきます。まずですね、この私の議会初日の基本的な考え方の中で、調整の第一歩、どういった意味なのか、そしてまたその総合計画、これにかける私の思いというふうなことでご質問をいただいております。まずですね、今回、調整の第一歩ということを当初の予算説明の基本的な考え方という中で示させていただきました。この今回上程いたしました平成28年度当初予算はですね、私が市長に就任して初めての本格予算となります。当初予算にかかる私の基本的な考え方につきまして、初日に述べさせていただいたとおりでございますが、まず次のことをですね、念頭において予算編成をいたしました。まずその行政サービスというものが、すべての市民の皆様にとって公平で公正であること、これがまず第一点でございます。でそれで次にですね、私の公約であります子育て一番宣言、これに掲げさせていただいた政策を着実に進めること、これが2点目、そして3点目がですね、合併後12年目を迎えるこの平成28年度の予算、合併のですね、効果が出せる、そんな元年としていきたいというふうなことでございます。これらのことを一度に行っていくことは難しいかもしれませんが、やれるものからやる、できることからやる、このような思いを持って行政運営に取り組んでいく姿勢を挑戦の第一歩と表現をさせていただきました。またこの総合計画はですね、市政の指針となるものでございます。で選挙にて示された民意を総合計画に反映させるため、在任期間に合わせて計画をの見直しをさせていただきたいというふうに考えております。で見直しにつきましてですね、これはまちづくりを進めていく上で、基礎的な行政サービスに大きな変更はないと。これは行政というのはある意味やはり継続でございますので、継続すべきものはきちんと継続をしていく、その上でです、私の公約をもとに見直しをさせていただきたいというふうに考えております。で特にですね、公約に掲げております子どもの学力の向上、そして安全で安心なまちづくり、子育て環境の充実、健康づくり、個性を生かしたまちづくり、産業振興というふうな、今回示させていただいている6点、重点的に位置づけていきたいというふうに考えております。そして、この当初示させていただきました、この基本的な考え方の一番最後にですね、課させていただきました。私も含めてですね、市職員が一丸となっているというふうな表現を使わさせていただいております。この行政の担う我々市役所の職員が一丸となりまして、そして新たな挑戦をしていきたいと、そういった意味合いを込めて挑戦の第一歩というふうな表現をさせていただいたところでございます。そしてまた府の遺産とは何かということで、いわゆるこの市の借金の考え方についてのご質問でございます。私はですね、この次の世代を担う子どもたちに負の遺産を背負わせることのないように、私の任期中には市の借金を増やさないと申し上げて、させていただいております。でこれはですね、借金がすべて負の遺産だと言っているわけではございませんけれども、で我々世代がやるべきことをやった上でですね、次の世代を担う子どもたちに責任を持ってバトンタッチしていかなくてはならないという思いから申し上げさせていただいております。で仮に、将来的に人口が減った場合にはですね、市の借金を減らさない限り一人当たりの負担がですね、増えていきます。でそういった意味からも借金を減らしていかなくてはならないと、私はそのように考えています。でまた、ただですね、そうです、松阪市の借金の内訳を見ますとですね、建設債、それから公営企業債、
臨時財政対策債などで、いわゆるですね、資金繰りのための借金というものは、全くないと、こういう状況にございます。で、当然のことではありますが、投資的事業を行う場合はですね、世代間の負担の公平といった観点から、制度的にも資債の発行が認められております。で、平成26年にはですね、クリーンセンターの建設というような大規模な事業もあった中で、資債残高が一時的に増えております。だからこういった必要な事業への投資というものは、私は重要なことであるというふうに認識をしております。そして、少し小難しい話を申し上げますけれども、財政の役割というのは一体何なのかというふうなところでございます。まず第一にですね、資源配分というふうな意味合いがございます。これは例えば、公共財の提供というふうなところで、先ほど申し上げたクリーンセンターなどもですね、そうした公共財の提供というふうなことでございます。後ほどもご質問をいただいているような、いわゆる交通安全の施設、そういったもろもろのこと、公共財の提供と。そして次にですね、所得再配分というのがございます。これが今議会でもさまざまな皆さん方からいただいております生活困窮に対する支援であるとか、そういったですね、格差の是正のための措置、そういったことが財政の大きな目標の一つ。そして最後には経済の安定化という言葉がございます。いわゆる景気対策というふうなことで、さまざまな世の中の景気の不振に関して、やはり行政としての対応というのも必要になってくるというふうなこと で、そして、やはりですね、借金というものが、いうものを考えていくときにですね、いただいたですね、税金を適正に配分するということで、これがやっぱり一番私は大事なことだというふうに考えております。貯金が増えればいいというふうなですね、ものではもちろんございません。やもするとですね、企業の会計や家計の会計というふうな形で考えると、貯金が増えていけばそれはいいんだというふうなことを思われがちでございますけれども、いただいた税金をですね、きちんと皆様方に再度配分をしていくというこの視点が大事であるということでございます。しかしながらですね、将来的に借金の返済に四苦八苦し、その時々に必要な投資ができないという状況はですね、絶対に避けなければなりません。したがって単に将来世代に付けを先送りすることなく、我々世代が責任を持って財政の健全性を確保する中で必要な投資をしていくことが重要だと、そのように考えている次第でございます。続きましてですね、首長として教育政策と学力の向上についてというふうなご質問をいただいております。まずですね、昨年の12月に開催しました第2回総合教育会議におきまして、首長として教育に関わることは学校の設置運営や教育環境を整えることだと教育委員の皆様にお話しさせていただきました。また教育というものはある程度金太郎飴でなくてはならないと、転校していってもですね、同じような教育を受けられなければならない。ただ松坂の子どもたちには松坂に誇りを持ってもらいたいともお話しさせていただきました。私のですね、公約であります子育て一番宣言の中で一番最初の公約として挙げさせていただいておりますのがですね、学力の向上でございます。ですから一番の公約だというふうなことでご理解をいただきたいと。ただしですね、この学力の向上といいましても、私は教育の中身にまでこの首長がですね、ずかずか入っていって指導するというふうなものではないだろうと。やはり教育の中身については専門家である教職員に任せる部分がというふうなことを考えております。
そうした中で、昨今特に話題の学力学習調査、こういった結果が毎年出ますけれども、この結果にですね、一喜一憂するような、そんなことは私は必要ないというふうに思います。テストの点数がですね、今年は良かった、今年は悪かったというふうな、ことで、議論をするようなものではないだろうと。それよりも私はですね、やはりこの私たちが住んでいる松阪という町に誇りを持ってもらいたい、そういった教育をぜひともしていただきたいというふうに思いますし、また先ほども申し上げました生活困窮というふうなさまざまなですね、この家庭の事情によって学力に格差が出るような、そんなことはやはり避けなくてはならないと、行政としてそういった取り組みをやっていく必要がある。松阪の子どもたちにはですね、夢を持って、そして明日を切り開いていく力を持ってほしいと、私はそんなふうに思います。そして子どもたちが輝く、そんな町づくりを目指していきたいというふうに考えております。次にですね、松阪市のスポーツ推進計画につきてでございます。誰のため、何のために策定をするのかというふうなご質問をいただきました。策定の趣旨といたしまして、スポーツ基本法の中で、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての人々の権利であると明記されました。スポーツを行うだけではなく、スポーツを観戦すること、またスポーツを支える活動に参画するなど、スポーツを楽しみ、スポーツに触れる機会を生活の中に入れていくことが今後のスポーツ施策の中にも求められております。松阪市ではこれまでスポーツを通じて市民の健康増進や生きがいづくりを目標に振興策に取り組んできましたが、今後は年齢や性差、障害の有無にかかわらず、いつでもどこでもいつまでも個人のライフスタイルに応じてスポーツに楽しみ、親しみ、楽しむことができる環境を整えるとともに、一方ではスポーツイベントの開催により対外的に情報を発信し、交流人口を増やして経済効果やイメージアップにつながる施策の展開が求められております。そこで平成26年度に行った市民意識調査や平成27年度に行われたワークショップなど、市民の意見を声を反映し、中長期的なスポーツ振興の方針を示した松阪市スポーツ推進計画を策定していきたいと考えております。計画の目標といたしまして、市民一人一人がスポーツに触れ合い、生き生きと生活することが健康、体力づくりのみならず、社会性の向上など地域コミュニティの形成にもつながります。すべての市民がスポーツの楽しみや感動を分かち合い、共に支え合うスポーツライフを確立することにより、健康で生き生きと暮らす生涯スポーツ社会を実現することを目指していきたいと、このように考えております。続きまして、同じこのスポーツの中で視聴杯を増やすことによって、多くの市民がスポーツに参画することが記載されております。その中で、施設の整備や、それから運営の日程は無理なくできるのかというふうなご質問でございます。市民のスポーツ、市民の体の健康維持や体力増進、それから運動能力の向上、さらにスポーツを行う仲間とのコミュニケーション機会を増加させて、地域活動の活性化の促進にもなると考えることから、視聴杯を増やしていきたいというふうに考えております。でそこでですね、松阪市体育協会の加盟28団体とスポーツ推進委員連絡協議会に、スポーツ大会における松阪視聴杯開催意向調査というのを昨年10月28日付で行いました、調査を行いました。で、承諾をいただいた団体の12種目ですね、対して視聴杯の増設をしていきたいというふうに考えております。で、意向調査にはですね、
開催の希望協議、開催の予定会場、開催予定時期も記述していただいておりまして、会場の確保、大会にかかる運営も各協議会で行っていただくよう依頼をしております。今後ですね、各団体と協議しながら、さらに進めていきたいというふうに考えております。そして、最後にですね、職員の管理職への登用というふうなことでございます。で、管理職への登用につきましては、議員もご指摘をされましたとおりですね、登用された職員の能力の開発であるとか、それから人材育成とともに、組織力の向上を目的として、適材適所の登用、配置に取り組んでいくというのが基本でございます。で、その上で私としては、組織のですね、見直しについては、平成29年度ということを目指させていただきたいというふうに考えておりますが、そこも見据えてですね、男女を問わず、管理職へ積極的に登用することはもちろんのこと、本人のためにでも、ためにも、一つのポジションを長期間させるのではなく、複数の部局、役職を経験させたいというふうに考えております。なおですね、女性の活躍を後押ししていくため、イクボス宣言をですね、というものも一つの方法だと考えておりまして、この28年度中を目指しまして、現在、検討を進めているというふうなところでございます。以上、私の方からの答弁とさせていただきます。すいません、都市計画のマスタープランの回答を忘れておりました。すいません。分かりました。すいません、都市計画マスタープランと中心市街地の整備ということで、この松阪市都市計画マスタープランはですね、平成17年1月1日の一市四町の合併に伴い、松阪市の都市としての一体的な整備、開発及び保全を行う必要から、計画目標年次を平成37年とする20年後の都市計画に関する基本的な方針として、平成20年3月に作成いたしました。で、都市計画マスタープランの役割としまして、具体的な都市の将来像を示す、個別の都市計画の調整を図る、都市計画の決定、変更の指針となる、またですね、都市整備の方向性を示すというふうな4つのものでございます。その役割を示す内容としまして、人口、そして産業などの将来フレーム、都市づくりの基本的な方向、都市づくりの目標などの将来都市像ですね、市街地の規模、区域設定、土地利用の方針などの土地利用計画、そして公園緑地の方針、市街地整備の方針などのまちづくりの基本方針となっております。で、この内容を見ますとですね、この8年間の評価というふうなことでございますが、この人口、将来の人口フレームにつきましては、都市計画マスタープランでは、平成27年を16万7800人としております。で、この今年の初めですね、平成28年1月1日現在、この27年の最終で申し上げると、今、1月1日の現在の住民基本台帳の人口は16万7443人というふうになっておりですね、ほぼこの人口フレーム通りのというふうなことが言えるわけでございます。で、そしてまた、松阪駅を中心としました中心市街地の活力の向上を図るため、公共施設や、道路などの基本整備と合わせた市街地再開発事業についてはですね、平成22年に事業を断念し、
現実に至らなかった経緯がございます。合併前にはそれぞれにあった松阪、嬉野、三雲の都市計画区域の一体化を図り、三雲区域に区域区分、いわゆる線引きですね、これを行わさせていただきました。のような大きくこの3つがですね、今回のマスタープランの大きな変動、評価も含めた出来事であるというふうに考えている次第でございます。で、この中心市街地のもう一つ、すみません、中心市街地の景観の位置づけとして、通り本町、そして魚町一丁目周辺地区、それから松阪城壁周辺地区の重点地区の指定を行いました。今後のですね、人口減少と高齢化の課題に対応すべく、都市構造を見直し、コンパクトシティプラスネットワークの考えで進めていくまちづくりが国から今求められております。社会状況の変化に対応すべくですね、松阪市都市計画マスタープラン作成後の中間の都市として見直しを行い、住宅および医療施設、福祉施設、産業施設などの施設の立地適正を図る立地適正化計画も合わせて3カ年で作成してまいりたいというふうに考えております。松阪市を中心とした中心とした中心市街地のまちづくりを進めることを目的とし、まちづくりの指針として豪商の町松阪生き生きプランがございます。で、このプランを継続しながら、このプランを具体化させる計画としまして、豪商の町松阪中心市街地土地利用計画を作成いたします。この計画はですね、松阪市都市計画マスタープランの中間見直し、立地適正化計画より一歩先んじる中心市街地の計画としまして、土地利用計画、公共施設の配置も含めて約1年間で作成し、今後のまちづくりを実効性のある計画といたしたい、このように考えている次第でございます。以上、ご答弁とさせていただきます。はい、加藤経営企画部長。それでは私の方から5点質問をいただいておりますので、順次ご答弁を申し上げたいと思います。まず3番目にご質問をいただきました地方創生でございます。昨年12月の全員協議会、その後の進捗取り組み状況ということでございます。議員ご承知のとおり、平成26年の11月に町人仕事創生法が制定をされております。その趣旨には人口政策という視点もございますけれども、地方経済を振興し、若者を中心に地元で職を得て豊かに暮らせるよう、そして人口減少対策もしていこうというものであるというふうに考えております。松阪市が元気になるような取り組みを進めるために、平成27年度から5カ年の地方創生の地方版総合戦略の策定を現在進めているところでございます。昨年12月の議会全員協議会におきまして、松阪市町人仕事創生総合戦略の中間案につきまして、ご意見を頂戴をしたところでございます。その後、総合戦略策定委員会におきまして、総合戦略のブラッシュアップに向けて議論検討をしていただいているところでございます。また町内の主幹および係長級で構成をいたします町内検討会におきましても、議会や総合戦略策定委員会からのご意見を踏まえながらですね、施策や重要業績評価指標、いわゆる KPI でございますが、これらの検討を重ねているところでございます。若年層の転出超過を防ぐための学ぶ場の充実、企業家への支援の充実、地域産業の人材確保、育成に向けた取り組み、専門機関との連携など、議員あるいは策定委員の皆様からのご意見をもとに、追記、修正をさせていただいているところでございます。
現在3月中旬の策定を目指しまして、最終のブラッシュアップを進めているところでございます。次に5番目にご質問を頂戴しました公共施設マネジメントについて、それを推進していく上での指針とはどういうものなのか、あるいはどれほどの期間で判断を下していくのかというご質問でございます。松阪市におきましては、保有する多くの公共施設の老朽化が著しく進行している現状を重く捉えまして、平成23年度から公共施設マネジメントに着手してきたところでございます。これまでの取り組みとしましては、老朽化が深刻な公共施設の現状を市民の皆様にも明らかにするという目的で、まず第一歩としまして、すべての公共施設の施設情報を集約しました施設カルテを作成しまして、さらには施設種別ごとの現状や課題を整理しました公共施設白書を公表させていただいたところでございます。また今年度当初には全部局の課長級職員で構成します施設マネジメント推進委員会を設置をしまして、施設種別ごとの全体的な方向性を示す今後の本市の公共施設マネジメントの指針として位置づけられる公共施設等総合管理計画とともに、約640のすべての箱物施設の個々の施設に関して今後40年間の具体的な方向性を示します個別施設計画の策定作業を進めてきているところでございます。この個別施設計画につきましては、今後全庁の横断的な議論により精緻化をしていくことになりますけれども、将来的な公共施設等の全体像を示します公共施設等総合管理計画につきましては、議会に対しても早い時期に説明をさせていただく場を設けさせていただきまして、その後パブリックコメントを経て集約した意見を踏まえた上で平成28年度の早い時期に公表をしていきたいというふうに考えております。豪商の町松阪中心市街地土地利用計画の範囲には、小中学校とか公民館、福祉施設、観光施設などさまざまな設置目的を持つ公共施設が点在をしておりまして、老朽化が著しい施設も多々あるところでございます。お尋ねの指針となるものは、現在策定中の公共施設と総合管理計画となりますが、その中では公共施設マネジメントを進める上での3つの原則というものを示しております。これはまず1番目に、まちづくりの視点から将来の公共施設を考えるということ、2番目に公共施設の総量を縮減するということ、3点目にライフサイクルコストを削減する、こういった3つの原則を示しておりまして、この視点によって公共施設マネジメントを推進していきたいと考えております。公共施設等総合管理計画、それから個別施設計画、また来年度策定予定をしております市の最上位計画に位置づけられます総合計画、あるいは実施計画、それから中心市街地の将来ビジョンである豪商の町松阪中心市街地土地利用計画につきましては、当然のことながら連動するものでございまして、特に中心市街地土地利用計画の範囲に有する公共施設の個別施設計画につきましては、施設分野や設置目的を超えた横断的な視点に加えまして、まちづくりの視点からもしっかりと議論を進め、豪商の町松阪中心市街地土地利用計画と整合を図る中で、平成28年度中に実効性のある計画としまして、その方向性を示していきたいと考えております。今後はこれらの計画をベースにしまして、中心市街地のまちづくりや公共施設マネジメントを全庁的な取り組みとして計画的に進めていきたいというふうに考えております。続きまして6番目にご質問をいただいております住民協議会について、特に自治会との関係をどう整理をしていくのか、どのように考えているのかということでございます。ご承知のとおり、自治会は住民自らが古くから地域社会を形成するため組織をしてきた住民にとって最も身近な自治組織というふうなことが言えようかと考えております。毎日の暮らしの中で顔の見える者同士が親睦や交流を深めるとともに、お互いに助け合い、安全で住みよく親しみのある地域とするため、
住民に密着した活動を行ってまいりました。また住民協議会につきましては、おおむね小学校区の範囲を区域と定め、その区域に居住する個人及びその区域で活動する団体等を構成員としておりまして、その区域の住民等が身近な課題を自主的に解決し、地域の個性を生かして自律的にまちづくりを行う組織でございます。自治会をはじめ地域で活動するさまざまな団体や個人で組織し、自治会や個々の団体の単位ではできないことや身近な地域課題を話し合い解決するための協議の場でございまして、自治会より大きな領域でまちづくりを行っていただいているものでございます。その中で自治会は信頼と実行力をもとに住民協議会をリードし、情報などを地域の隅々末端まで伝えていただく、いわば住民協議会の心臓部としての重要な役割を果たしていただいているところでございます。自治会と住民協議会の関係につきましては、昨年12月18日の住民協議会と市長との意見交換会や住民協議会条例案の意見聴取会、あるいはパブリックコメントの中でも市民の皆様からもご意見をいただいているところでございます。組織につきましては、それぞれの地域におきまして地域の実情に合ったさまざまな形態になっておるところでございますが、住民協議会のより良い体制づくりに向けまして、住民協議会や自治会の皆様と十分意見交換を行う中で、より良い方向性を見出してまいりたいと、このように考えているところでございます。続きまして、13番目にご質問いただいております、伊勢志摩サミットでございます。いくつかの提案をしたということで、その成果とか進捗状況というものでございます。議員からもご紹介いただきましたが、この伊勢志摩サミットが開催されるまで、あと90日を切ってきているところでございます。オール三重で、一丸となって伊勢志摩サミット開催を成功させるため、松阪市におきましても関係部局職員で構成をいたします町内連絡調整会議を中心に取り組みを進めているところでございます。サミット開催にあたりましては、テロに対する対策も重要になってまいります。これを踏まえまして、2月16日に開催をいたしました町内連絡調整会議のメンバーに危機管理室、財務課職員も加えまして、テロに対応をしていく体制を整えたところでございます。これまで松阪市が三重県に提案をしている取り組みとしまして、配偶者プログラムのコンテンツや松阪市の食材活用、海外向けのプレスツアー等を提案をしております。これらに加えて、新たに4月22日から桑名市で開催をされますジュニアサミットの県内各地の分散型体験交流行事の訪問先、また欧州連合、いわゆる EU でございますが、欧州連合首脳との交流のほか、国際メディアセンター内に設置をされます伊勢志摩サミット三重県情報館、まだ仮称らしいですが、この中の展示コンテンツを提案をしているところでございます。これらの提案のうち、ジュニアサミットの分散型交流行事の訪問先としまして、日本棚田百選の一つでございます深野だんだん谷が選ばれたところでございます。このことは2月23日の三重県知事定例会見で公表されたところでございます。また三重県全県におきまして、サミット開催に向け、おもてなしの心を持って県全体で取り組んでいくことを PR するとともに、サミットに向けた機運の醸成等を図っていくため、おもてなし大作戦が進められているところでございます。松阪市におきましても、クリーンアップ作戦と花いっぱい作戦に取り組んでいきたいと考えております。2月17日には松坂町中清掃活動を松坂市自治会連合会主催によりまして、市議会議員の皆様方、あるいは県議会議員、商店街の皆様方とともに行ってまいりまして、おもてなし機運を高めてきたところでございます。今後も伊勢志摩サミット開催の成功に向けて、三重県全体の取り組みの中で松阪市としての役割を果たしていきたいと考えているところでございます。それから最後に15番目のご質問、マイナンバーカードの独自活用の考え方でございます。
今年の1月から社会保障税番号制度が開始をされておりまして、同時に希望者に交付するマイナンバーカードにつきましても順次交付作業を進めているところでございます。昨年の7月23日から8月2日にかけまして、内閣府により行われましたマイナンバー制度に関する世論調査におきまして、マイナンバー制度を知っていると答えた人は 90% を超えるものの、内容までは知らないという人が 47% と約半数になること、またマイナンバーカードの利用価値を知らない、あるいは分からないと答えた人が約 45% となっておりまして、全国的に見ても制度に対する理解とかマイナンバーカードを取得するメリットを十分に認識をされていない状況であるというふうに考えております。議員のご指摘もございましたが、マイナンバー制度の定着にはマイナンバーカードの普及が重要であると考えております。身元とマイナンバーの両方を確認できる唯一の公的な証明書という本来の機能に加えまして、国においては健康保険証などへの活用も検討がされているところでございます。また地方自治体ではカードの IC チップの空き領域を利用しまして、図書館カードあるいは公共施設の予約などが検討されていますとともに、カード内部に格納されている電子証明書を利用しまして、コンビニ交付などが検討されているところでございます。現在全国1741団体のうち、コンビニ交付に164団体、図書館カードに70団体、公共施設の予約に21団体と、こういった状況でございます。なお電子証明書につきましては、確定申告などの e-tax として利用されているほか、平成29年の1月からサービスが開始をされますマイナポータルでの利用が予定されております。さらには電子証明機能を民間事業者も利用できるようにして、インターネットバンキングとかあるいはネットショッピングなども利用ができるように検討がされているところでございます。松阪市におきましても、このマイナンバーカードの交付枚数の推移を見守りながら、コンビニ交付サービスの開始時期等を検討していきたいと考えております。さらにはカードの利用促進のため、関係各課とともに他の独自利用サービスにつきましても検討していきたいというふうに考えております。なおマイナンバーカードを独自利用で使用する IC チップには、不正に読み出そうとすると壊れてしまうなど、さまざまな安全措置が講じられているところでございます。また市民により一層マイナンバー制度に対する理解を深めていただくため、マイナンバーの取り扱う上での注意点とか、あるいはマイナンバーを語った詐欺に遭わないために注意すること、マイナンバーカードのメリットなど分かりやすく説明した出前講座を開催をしております。すでに予約も含めて31回、約1200人の方にご利用をいただいているところでございまして、マイナンバー制度の定着に向けた取り組みを今後も積極的に進めていきたいというふうに考えております。以上ご答弁とさせていただきます。福井農林水産担当理事。私からは、9番目の、中山間地、産業振興についてご答弁させていただきます。まず、林業、木材産業の動向と今後の木材生産やバイオマス活用についてでございますが、原木の価格はほぼ横ばい状態が続いており、木造住宅着工数は緩やかな増加傾向にはございますが、ハウスメーカー主体の伸びとなっております。地域製材所の製品の流通に直接つながりにくい状況です。バイオマスにつきましては、発電所が稼働したことに伴い、従来山に放置されていた木材が買い取られ山元へ還元されております。
またバイオマス材が1トンあたり7500円で買い取られることから、従来6000円程度で取引されておりました並材の価格が底上げされるなどの効果も現れております。平成28年度の木材生産につきましては、木材搬出の効率化を図るため、林道整備や河川による収材の促進に加え、新たに年間約15キロメートルの作業路の整備に支援し、この作業路を活用し1万5000立方メートルの搬出を目指してまいります。木材利用につきましては、公共建築物の木造木質化を推進し、地域木材住宅の建築を継続して進めてまいります。また三重森と緑の県民税を活用し、千歳の森での木材を使った歩道整備や保育園への木製の机椅子の導入などに取り組んでまいります。また継続してバイオマス材の運搬に対する支援や森活プロジェクト登録者の増加を目指し、未利用材の有効活用につなげていきたいと考えております。次に茶業を取り巻く状況でございますが、生活様式の変化などから生産量は10年間で2割程度減少をしている状況でございます。平成27年度におきましては、茶葉の生育に最適な雨量、気温など安定した気候により良質な茶葉が摘み取られ上質な製品に仕上がりましたが、静岡などの主な市場では26年産の在庫の影響を大きく受け、取引量の減少から価格を下げての取引となっております。松阪茶の主な流通先の南西茶センターでは、一番茶の平均価格が1キログラムあたり1675円と、近年の平均価格2000円から2100円より300円から400円安い価格での取引となり、二番茶では積み取り加工を見合わせるなど、近年にない厳しい状況の年となっております。茶業の振興についてでございますが、現在松阪茶の流通はほとんどの製品が県内外の茶問屋への取引となっております。茶業組合では流通先の安定確保と地産地消による市内での普及 PR の強化に取り組んでおります。松阪茶の PR として JA 松阪と連携を図り、キャンペーン販売としてペットボトル約3万6000本を JA 職員により販売していただくよう計画しております。合わせて JA 松阪各店舗でペットボトルの販売に取り組み、普及拡大につなげていきたいと考えております。また松阪茶の原産地呼称管理制度の認定につきましては、松阪赤菜に続き、今年1月31日に認定を受けております。今後はこの認定をもとに市内飲食店への普及やイベントなどの機会を捉え、広く市民の皆様に松阪茶の普及を進めてまいりたいと考えております。さらに新たな販路や需要の拡大を目指し、部内において連携し、三重テラスをはじめ人口が集中し流行に敏感な首都圏の飲食店やカフェなどでの PR 活動を継続して展開してまいります。生産面におきましては、春先の霜による被害を防止し、一番茶の品質と収穫量の安定を図るため、国の農業基盤整備促進事業を活用し、平成28年度29年度の2カ年で老朽化した防霜ファン70基の改修を計画しております。今後も生産農家の収益向上につながるよう支援してまいりたいと考えております。次に松阪牛についてでございます。特産松阪牛を中心とする松阪牛の海外輸出に伴う課題といたしましては、日本では肉牛を屠畜後枝肉での売買が主流であり、1頭450キログラム前後で取引されており、松阪牛は価格的に最も高いものとなっております。
450kg のうち精肉として店頭で販売されるのは 250kg 前後で、そのうち高級なヒレ、ロースは 50kg 前後で、現在海外向けの大部分の取引がこのヒレ、ロース中心となっております。このような形態では残り 200kg 前後を国内で消費することとなり、高級な部分以外での販売が困難になってきます。特に欧米では牛肉料理はステーキが中心でありますが、今年香港やアメリカに輸出した際はステーキ以外のメニュー、ステーキ以外のメニュー開発を主催者とともに考えてイベントを実施いたしました。今後もこのような取り組みを三重県等と連携し、牛一頭買いをしていただける仕組みにより輸出を促進していきたいと考えております。次に供給体制の整備でございますが、特産マッサゴ牛の出荷頭数は平成26年度239頭、平成25年度223頭、平成24年度221頭となっております。この中には松坂肉牛共進会への出場牛50頭も含まれており、予選会も含めますと半数は松坂肉牛共進会への出場入賞が目標であり、この共進会を中心に松坂牛ブランドが発展しております。また特産松坂牛の購買者は松坂市を中心に地域の肉事業者の方々が主であり、輸出に際しては肉事業者の皆様のご理解を得て進めていきたいと考えております。続きまして、子牛価格の高騰による対策等の効果でございますが、まず子牛価格高騰以前から特産松阪牛の元牛となる兵庫県産子牛を導入された市内の肥育農家に1頭当たり8万円の補助をいたしております。これは通常の松阪牛より10ヶ月以上肥育することになる肥育農家の餌代の負担軽減を目的に、10ヶ月間の餌代などの2分の1を補助するもので、現在も継続しております。市内肥育農家の兵庫県産子牛の導入実績でございますが、平成24年度94頭、平成25年度80頭、平成26年度49頭で、高齢化による廃業や子牛価格が徐々に上昇していることもあり、導入頭数は減少傾向となっておりました。平成27年度では子牛価格が上昇する中で、特産松阪牛緊急支援補助金を新たに実施し、50万円を超える子牛の導入に対しては上限8万円を補助し、子牛価格の高騰に対応いたしました。この結果、平成26年では導入農家が8戸でございましたが、今年度の見込みでは13戸の肥育農家が63頭を導入される見込みであり、平成26年度から増加することとなります。今年度子牛の市場価格はさらに上昇しておりますことから、平成28年度では上限額を15万円に拡充し対応していきたいと考えております。今後も子牛市場の動向等を肥育農家の皆さんと情報共有し、特産松阪牛の生産振興に努めてまいります。以上、答弁とさせていただきます。はい、川口、環境生活部長。それでは私の方からは10番の太陽光発電に伴う防災と環境についてご答弁をさせていただきます。議員からいくつかの視点でご質問をいただいたところでございます。順序が変わるかもしれませんけれども、個人が設置する、いわゆる小規模な太陽光パネルの設置にかかる現状につきまして、大きく4項目に分けてご答弁をさせていただきたいというふうに思っております。まず1つ目は、太陽光発電事業に関わる法規制につきまして、2つ目に地域住民からの不安の声や苦情について、3つ目に太陽光パネルの設置後、固定価格買取制度によります20年後の対応について、最後に
4つ目に小規模な太陽光パネルの設置状況についてでございます。まずはじめに太陽光発電事業に関わる法規制についてでございますが、議員がおっしゃられるとおり、平成23年10月の1日から建築基準法の規制の対象となる工作物から除外されることとなりました。従いまして、議員ご指摘の個人が設置するようないわゆる小規模なものにつきましては、主に農地である場合は農業振興地域整備計画の変更や農地法によるものだけだと思われるところでございます。2つ目に、地域住民からの不安の声や苦情についてでございますが、私どもの環境エネルギー政策推進課におきましては、数多くはございませんが、土地への太陽光パネルの設置における電話によるご相談や、法規制の問い合わせなどがございます。ただ問い合わせいただいた方には、現在での法律に対する規制の緩和などのご説明をし、理解をしていただいているのが現状でございます。また大規模ないわゆるメガソーラと呼ばれる事業におきましては、昨年9月議会におきまして会場議員からご質問もございましたが、主に住宅地に隣接した事業であることからの強風によるパネルの飛散や土地の区画形質の変更、山林の伐採による自然災害、さらには電磁波パネルによる気温の上昇、反射光に対する不安など、さまざまな不安の声がございました。3つ目に、太陽光パネルの設置後、あるいは固定価格買取制度によります20年後の対応についてでございますが、私どもも太陽光発電に関する契約がどのようになっているのかという知識がございませんでしたので、一般的な契約としてどのようにされているのか、この機会に2社に問い合わせをさせていただきました。あくまで一般的なこととの前置きがございましたが、ある事業者は、地主は設置事業者と地上権設定契約を締結し、最低20年間設備機器に対するメンテナンスや契約終了後の撤去費も考慮して契約をされると伺いました。そうした契約の中におきましては、たとえ当初契約した事業者が倒産いたしましても、固定価格買取制度という20年間という保証権利の中で、事業者が継承されていくものだと伺ったところでございます。また別の事業者につきましては、京セラやシャープという国内メーカーの太陽光を設置する場合ということでしたが、機器と自然災害については保険契約によりメーカーにより15年間保証されていますが、残りの5年は個人保証とのことでございまして、撤去についてはあくまで個人の責任において個人の負担であるとのことでございました。この他にも様々なケースがあろうかと思いますが、いずれにいたしましても議員のご指摘のように使用に耐えきれなくなった場合に放置されるという心配も出てこようかと考えられますし、その場合におきましても所有者に強制的に撤去させるという有効な対策が現状においてはないのではないかと考えるところでございます。最後に4つ目の太陽光パネルの設置状況についてでございますが、農地転用に伴います設置状況ということでご答弁をさせていただきたいと思います。平成26年度、そして平成27年度4月から平成28年2月現在の件数でございますが、まず平成26年度につきましては、松坂市内全体で64件の許可がございまして、そのうち飯南、飯高管内での件数が26件でございます。全体の約 40% を占めておるところでございます。また平成27年度におきましては、松坂市内全体で68件の許可のうち、飯南、飯高管内での件数が11件と、約 16% ではございますが、現在、飯南、飯高管内におきまして、40件ほどの申請を預かっている状況でもございます。このように、飯南、飯高管内の件数が多い要因として考えることでございますが、中山間地域におけます高齢化等による放棄地への対応、また獣害対策、また飯南地域振
以南地域におきましては、さまざまな理由があろうかと想像するところではございますけれども、茶畑に太陽光パネルを設置するという特色が見受けられるところでございます。以上、答弁とさせていただきます。